ジャイアントインパクトの想像が、ナサ作成ジャイアントインパクト。ジョーズ図45億年前の地球とテイアの相対位置。中図2000万年から3000万年かけてイアが地球に接近する様子。下図衝突。ジャイアントインパクト説とは、地球の衛星である月がどのように形成されたかを説明する学説。巨大衝突説とも呼ばれる。 この説においては、月は原始地球と火星ほどの大きさの天体が激突した結果形成されたとされ、この衝突はジャイアントインパクトと呼ばれる。また、英語ではビッグスプラッシュやセアインパクトと呼ばれることもある。原始地球に激突したとされる火想の天体は低アと呼ばれることもある。ジャイアントインパクト説は月の形成に関する最も有力な説となっている。 ただし、地球と月の成分構成などから疑問を唱える学者もおり、2017年には複数衝突説が発表されている。ジャイアントインパクト説以前は1898年にジョージ・ハワード・ダーウィンが提唱した遠心力による溶けた原始地球からの月の分離を解いた分裂説が受け入れられていたが、この説では分離初期の状態を説明できなかった。 1946年にハーバード大学の教授で地質学者であるカナダ人のレジナルド・アルド・ワース・デイリーが月の誕生は遠心力による分離ではなく天体衝突によるものであるとの説を唱えたが発表当時は受け入れられなかった。その後、1975年に衝突説がウィリアム・ハートマンとドナルド・アル・デイビスによって 科学雑誌、イカルスに発表した論文で再提唱され、今では広く受け入れられている。ジャイアントインパクト説によると、地球は46億年前に形成されてから間もなく、火星とほぼ同じ大きさの原子惑星が斜めに衝突したと考えられている。原子惑星は破壊され、その天体の破片の大部分は地球のマントルの大量の破片とともに宇宙空間へ飛び散った。 破片の一部は再び地球へ落下したが、正面衝突ではなく、斜めに衝突したために、かなりの量の破片が地球の周囲を回る軌道上に残った。軌道上の破片は一時的に土星の間のような円盤を形成し、やがて破片同士が合体して月が形成されたと考えられている。コンピュータシミュレーションによる推定では、このような場合では1年から100年ほどで休憩の 月が完成するとされている。別のシミュレーションでは、月が一つにまとまるまでの時間は早ければ1ヶ月ほどだとする結果が出ている。誕生したばかりの月は地球から2万キロメートルほどのところにあり、それが徐々に地球との間の潮積力の影響で地球から各速度を得て遠ざかり、現在のように地球から平均38万キロメートル離れた軌道まで移動したと考えられている。 ジャイアントインパクト説が提唱される以前は、月の形成理論として有名な説が3つあった。原始地球は高速で回転していて、その一部がちぎれて、月になったとする分裂説、太陽系形成時に、ゴミの円盤から地球と一緒に月が形成されたとする兄弟説、月は地球とは別の場所で生じ、それが後に地球の引力に捉えられて衛星となったとする、 捕獲説である。しかし、兄弟説や捕獲説では、地球のマントルと月の化学組成が似ていることの説明ができなかった。分裂説では、本当に分裂が起こるほどの力学的なエネルギーがあったのかという点に疑問があった。兄弟説では、地球と月の平均密度の違いを説明できず、捕獲説では、月のような大きな天体が、 地球に捉えられるような確率が非常に低いと指摘されていた。さらにアポロ計画で採取された岩石から月の形成初期には月全体がマグマの海で覆われていたこともわかっており、兄弟説や捕獲説ではこれを説明できなかった。このようにどの説もそれぞれ重大な問題を抱えていたため、1970年代中頃にはどの説も行き詰まってしまい困惑した。 天文学者のアーウィン・シャピロは、もはや満足できる説明はない。最善の説明は、月が見えるのは、目の錯覚だと考えることである。という冗談を言うほどであった。低ヤが、地球の L4 点で形成され、移動し衝突するアニメーション。このアニメーションでは地球を固定している。ジャイアントインパクト説では、月の核が小さいことは、破片に、マントルが多く含まれ。 核はほとんど含まれないことで説明できる。また、形成直後の月は、破片が多数衝突したために高温となり、表面が誘拐していると考えられることから、月がマグマの海で覆われていたとする証拠との整合性も高い。このように、ジャイアントインパクト説は前述の分裂説、兄弟説及び、捕獲説が抱えていた問題の多くを解決できると言われているため、 1980年代中頃には月形成理論として最も有力な説とされるようになった。科学的な調査の結果、採取された岩石には揮発性物質や軽元素がほとんど含まれていないことがわかり、それらが気化してしまうほどの極端な高温状態で形成されたという結論が導かれた。月面に置かれた地震計から、 ニッケルや鉄でできた核の大きさが測定された結果、地球と月が同時に形成されたと考えた場合に予測される大きさに比べ、実際の核の大きさが非常に小さいことが判明した。核が小さいということは、衝突によって月が形成されたとする説の予測と一致する。それは、この説では、月は大部分が衝突した天体のマントル、一部が 地球のマントルから形成され、核はほとんど寄与しないと考えられるからである。ジャイアントインパクト直後には、地球は全体が高温になり、マグマの海が形成されたと考えられており、衝突した天体の核は溶けた地球の深部へ沈んでいき、地球の核と合体したと考えられている。月が存在するということ自体以外のこの事件の主な痕跡は、研究者によると、 地球が明るい色の無色鉱物や中間的な岩石のタイプを地球表面全体を覆うほど十分には持っていないという事実である。このため地球には無色鉱物に富んだ花崗岩などの岩石からできている大陸と大陸より暗い色でより金属に富んだ有色鉱物に属する玄武岩などの岩石からできている海という窪地が存在する。 この構成の違いに加え、水の存在が地球に広範囲にわたる活発なプレートテクトニクスを存在させることになった。さらに、地球の自転軸の傾きと初期の自転の速さも、いわゆるジャイアントインパクトによって決まったと考えられている。ジャイアントインパクトのような出来事があった場合に、本当に月のような天体が生じるのかは、コンピュータシミュレーションによって検証されている。 ジャイアントインパクトの計算は重力多体問題と呼ばれる計算の一種で破片が相互に重力的影響を及ぼし合うことから非常に計算量が多くコンピュータには高い性能が要求される。しかし1980年代後半から重力多体問題専用計算機によるシミュレーションでジャイアントインパクトの実証ができるようになってきた。その結果、 パラメータをうまく設定すると、実際に月のような衛星の形成が起こりうることや、地球の自転軸の傾きなどを再現できることが示された。ジャイアントインパクト説にも、火星ほどの大きさの天体が地球を完全に破壊して、しまわないような正確な角度で衝突し、衝突で自転軸の傾きを生じさせ、地球で活発なプレートテクトニクスが起こるようになる。 というようなことが起こる確率が一見非常に低いという問題があった。この確率の低さは地球外文明の存在の可能性の高さとそのような文明との接触の証拠が皆無である事実の間にある矛盾を説明するための証拠として持ち出されることがあった。この考えはレアアース仮説と呼ばれる。しかし、エドワード・ベルブルーノとリチャード・ゴットは 最近の論文の中で衝突した天体は、ラグラン重点 L4 か L5 で形成され、その後カオス的な軌道を移動し、適度に低速で地球に衝突したと主張した。この仕組みによれば、このような衝突事件が起こる確率はかなり高くなるとされる。また、ジャイアントインパクト説が分裂説と同様に抱えていた問題として、月の軌道平面が地球の赤道面と、 約5度傾いているのを説明できないというものがあった。しかし、この問題も最近の精度を上げたシミュレーションによると、ジャイアントインパクトで飛び散った破片同士の重力的な相互作用によって説明できる可能性が出てきている。数値計算によると、地球に火星サイズの天体1個が衝突して、月は形成されたとするシナリオでは、月の成分の5分の1は地球に由来し、 残る5分の4は衝突した天体に由来することになる。しかしながら、実際には、地球と月の成分構成がほぼ同一であることから、ジャイアントインパクト仮説には、物質科学的な問題点も存在している。この問題を解決するシナリオとして、イスラエル・ワイツマン科学研究所のラルカルフラは、複数衝突説を提唱している。複数衝突説は、月は、 巨大衝突説が唱えるように一回の大規模衝突によって形成されたのではなく、複数の天体衝突の末に月が形成されたとする説である。この説では、微惑星の小さな衝突が20回程度繰り返され、衝突の度に原始地球の周囲に残骸の輪が形成され、小衛星となり、こうした小衛星が合体することで、最終的に月が形成されたとする。 複数衝突説では、放出物質の地球由来物質の寄与が大きい、衝突も考慮できる点や、月蘇生が多数の小衛星の蘇生を平均化した蘇生となることから、地球と月の物質科学的類似性の問題は緩和される。また、多様な衝突シナリオを考慮できる点から、月を形成する物理的条件もより緩いものとなる。 2005年に発表されたロビンカナップによるシミュレーションでは、冥王星の衛星であるカロンも地球の月と同様に約45億年前に大衝突によって誕生したということが示唆された。シミュレーションによると、冥王星の場合には直径が 1600km から 2000km ほどある他のエッジワースカイパーベルト天体が秒速 1km ほどで衝突したとされた。 カナップは、このような衛星形成の過程は、初期の太陽系では、一般的だった可能性があると推測している。また、太陽系外惑星の形成シミュレーションによって、地球型惑星が形成される際には3個か4個に1個程度の割合で、ジャイアントインパクトのような大衝突を経験し、月のような衛星を持つ可能性が指摘されている。このことから、他の恒星を回る惑星にも、 地球と同じような形成過程を経た月を持ったものがあるかもしれないと考えられている。ありがとうございます。